うーし、再開していくぜ。さて、前回は風魔手裏剣でメロン狩りをしていたところですけれども、術おぼろ型もようやくレベル130を超えまして、ロックリッチに入ることができるようになりました。ということで、ロックリッチダンジョンじゃなくて、キワバ砂漠か。キワバ砂漠で果たして通用するのかどうか、というところをちょっと確認していこうかなと思っておりますよ。多分、通用しないと思います。多分通用しないと思います。ということでやっていきましょう。キワバ砂漠02で、うん、ちょっと、いきなり目の前敵をやめて。ふうふうふう、よしよしよし。さーて、どうかな。あー、二角やってやれないことはないか。やってやれないことはない感じだな。なるほど。うん。いや、こんなに湧くと、こんなに湧くと無理だって。こんなに湧くと無理だって。しゃあ、こう。なるほど。厳しいですな。もう一回行きましょう。さーて、戻ってきたぞ、今度こそ。うん、一匹だったらどうってことはない。重い。これ2連打するよりも結局、いや、もうちょっと、そんなにやめて、そんなにもやめてもう本当にビクビクだわ、本当にこれ。ふう、狩りにはなるもののだな。強く見えるなんとなく強く見えるぞ。あ、残月使うの忘れてた。残月使うの忘れてた。うつせみちゃう。よし、うん、これで多少火力は上がったはず。味覚なのは変わらないかな。ほどほどに出てきてほしいぞ、敵さん。ダブルヒットしたら一発で一角で倒せそう。ダブルヒットしたら一角で倒せるな。ちょっと、もうちょっとまとまってくれませんかな。うーん、範囲が狭いんだこれ。よし、ダブルヒットしたら一発で倒せる。うん、弱くはないんだか。これはあれかな、 AGI にめちゃめちゃ振ってオートスペル型にした方がいいのかな。その可能性あるな。これ、この応援か、この初期魔法が意外と強いから、これがオートスペルで出る片装備が確かあったはずなんですよね。それはありか、ありかもしれないぞ。そこそこ、これ一発で7070Kの火力が出てるから、いや、割と悪くない気がするな、その選択肢は。オートスペル型というのも。うん、一向、ただステータスリセットするのはちょっとめんどくさいな。このままどうにかレベルを上げて、今のステータスから AGI を上げていく方向にしたいところではある。あ、水は当たんないか、風属性だから。よしよし、なんとかクエストもこなせそうだな。ウィークリークエストを今受注している状態だったんですが、いや、多いって、どう考えても多い。死ぬ死ぬ死ぬ。うーし、なんとかなった。うん、なるほど。レベルアップ。ふー、
しかし一発ソニックブローをもらうと即死なのを考えるとなかなか安定するとは言い難い。もう羨ましいやローストーム、羨ましい。これラトリオダメージ計算サイトで計算してみると武器をなんとかすれば一角に届きそうなんですよね。これただそこまでお金をかけるかそこまでお金をかけても人特化のそんな魔法武器作って将来的にどこで使うよってロックリッチでしか使い道ないんじゃないかっていう、こう疑惑ある出てくる始末の不安を覚えるんだけども、ラグい。イベント中だから結構ラグいんだなこれ。よしよし、ということでまあ、今回はこの辺にしておきましょうか。ダブルヒットするとうまいんだかな。まあレベルぼちぼち上げてなんかいろんな活路を見出していきたいところではありますね。ということでまた次のパートでお会いしましょう。またねー。